あ文句のつけどころもないぐらい彼女は素晴らしいと思います。あの日本人もみんな同じように思ってると思います。やっぱりジョシュア・ウォンが捕まってもそこまで大々的にはニュースにはならない。日本ではそのメンバー、まあ、あの私のステイウィズ香港アットジャパンチームのメンバーはあの全員が日本語を喋れるので、はい、やっぱりそういうのがすごく得意だし、それで実際効果も出ている。把这些中共的这些暴行、这些不想被人家看到的事情揭露出来、让更多人知道、就是我能做的事情。彼女はやっぱりあの民主派なので、ただ、はい、やっぱり、まあ、同じ20代であのお互いに顔を出している、顔を出して名前を出してお互いにあの抗議をしているっていうのはやっぱりそういう怖さっていうのはその立場、そのお互い顔を出さないとわからないものですから、やっぱりでしかもそれを香港で、でしかもずっと15歳の頃からあのやっているので、すごくあのそこは尊敬しています。アグネス一人の影響力っていうのはもうすごい持っていて、例えばそのチームがいくらあの発信 SNS で発信をしても、やっぱりアグネスにはもちろんかなわないし、アグネスの印象はあのまあ、もちろん顔が可愛いのもあるし、日本語もうまいで、伝え方もうまい、はい、まあ、あと努力家ですし、はい、まあ、文句のつけどころもないぐらい彼女は素晴らしいと思います。あの日本人もみんな同じように思ってると思います。特に欠点っていうのは、特に目立ったものはあの見当たらないですね。すごい人気もありますし、その渋谷のスクランブル交差点って限られた大きなニュースしか流れないと思うんですけど、そこでもずっとアグネスの自宅が認められなかったニュースは5分に1回ぐらいずっとぐる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 流れて映し出されていましたし、あのやっぱ注目度はすごく大きいと、大きいですよ、うん、で、まあ、伝え方としてやっぱりあの民主活動家で、民主の女神っていう伝え方ですね。やっぱり香港のその政治を知って、なおさら香港のことは香港人のことが好きになったし、この時代に生まれた者同士共に戦っていきたいなっていう思いはありますね。Hello, 大家好，我是平野仁之。多谢多谢收听，香港人加油！